湯村温泉の足湯、触れ合いの湯足湯とは、足だけを湯につける入浴法。また、そのための浴槽や、それが設置してある場所である。足浴とも言う。温泉地にも多く、足湯巡りが観光スポット化しており、のぼせにくく、全身を温めることができる。塩分、炭酸の追加で保温効果が高まる。就寝前の足湯が睡眠を良くする。 などいくつかの医学研究が実施されている。全身で入浴する通常の温泉と違って、湿化だけお湯に浸かるため、のぼせしにくく、足に太い血管が通っているため全身を温めることができる。足湯用の容器や足湯器もある。裸足になり、腸ズボンなどを着用している場合はズボンが湯に浸からないように託し上げならなければ入ることができない。 服を脱がずに手軽に温泉を楽しめるため、温泉街の街角に設置されることが多い。他にも、鉄道駅、道の駅、公園、空港、港など、観光客が多く集まる場所で見かけられる。また、列車内に足湯が設置された例や、美術館に足湯が設置される例もある。更衣室が用意された足湯があるがそれは、ごくわずかである。しかし、 ナルコ温泉や木の先温泉のように、下駄履きを前提としてある温泉地もあり、そこでは裸足、素足に下駄で過ごせば問題ない。着衣のまま利用できる温浴施設として、足湯の一部には手湯がある施設もある。また、温泉蒸気を利用したものとしては、鉄輪温泉の足虫や、スカイ温泉のまんじゅうふかしなどがある。被災地で足湯をしながら、 コミュニケーションやマッサージを行うボランティア活動も行われている。10分の足湯では身体深部の温度は上昇せず表面の体温が上昇する。30分間の長時間でも深部温度が上昇しない程度であれば循環経営への影響は少ない。心臓から一番遠い右足だけの投浴でも血流量は増加する。塩を追加した足湯は塩を加えていない場合より 体の保温性が良い。炭酸の追加でも同様の結果があり、皮膚の血流も増加した。汗は自然な保湿剤だが、アトピー性皮膚炎では汗のかきすぎも皮膚に良くないことがあり、特に乾燥肌では足湯によって発汗機能を回復し水分を保持できるような保湿剤を併用するのが良い。足の乾燥を防いだり角質化の防止には、 足湯後に湯を拭き取り足を保湿する必要がある。高齢者以外の成人の不眠症では、睡眠前に生じる体温上昇程度に温めることで、睡眠傾向を高めることができ、足の過温には、足湯や電気器具が使える。23名でのランダム化比較試験により、外傷性脳損傷のものの睡眠障害を緩和していた。60名でのランダム化比較試験では、足湯は、 糖尿病性末梢神経障害の頭痛を和らげ、塩を追加した足湯の方が効果があった。国立循環器病センターの研究グループが、心臓機能改善効果の症例を発表した。それによれば、全身浴のできない20から40歳代の移植待機患者4人に対して、温かい蒸気の出る足湯装置を使い、42度で15分間温め、30分間、 保温する治療を2週間行ったところ体の深部の温度が上がって末梢血管の血流がスムーズになることで心臓のポンプ機能への負担が軽減する一定の効果が認められたまた拡張型心筋症の患者に足を行った結果心筋に酸素や栄養を送る血管の広がりやすさが正常値まで改善した研究グループでは 今後も検証を進める方針。三軸期の妊婦に対する医学的効用が示唆されている。愛知医科大学の研究報告によると、三軸早期の足湯によって、火星間没乳頭扁平乳頭は正常乳頭に頭乳頭乳輪は柔らかい状態へと早期に変化し、乳輪浮腫は早期に消失するなど、足湯が妊婦の乳頭形態と乳頭 乳輪の状態に良い影響を及ぼすと報告された。また、足湯は血流を促進させて、皮膚温を上昇させ、かつ代謝の更新を促し、乳房皮膚温の上昇、乳汁酸性量の増加、乳汁貯留の軽減、乳汁の分泌開始時期を早める効果を持つことが明らかになった。2012年の調査では、全国各地の温泉利用の足湯において、 約30%に温泉水に生息するレジオネラ属菌が生息しており、レジオネラ症が発生する可能性は否定できず、レジオネラ属菌の現状把握とともに衛生的維持管理の継続が求められている。公衆浴情報の対象外で衛生基準はなく管理者次第である。ありがとうございます。